大阪市会の方は昨日閉会いたしました。まあ、そういう報道でもありましたようにね、まあ、一般オフランシスクでね、住吉市会長と、そんなことなんか起こってますけども、住吉市民病院に今もありました、象徴される、維新政治の二重行政、そういう問題の、まあ、破綻が、ね、まあ、年齢が現れているという状況の中で、まあ、年末を、まあ、迎えている。しかし、住吉市民病院は来年3月ね、閉院が終わっておりますので、今後の問題についてどうするのかというところで、議会の方の動きとか、これから、特にね、市民病院廃止後の、民間病院誘致をめぐる動きね、もう様々な動きがありまして、もう皆さんもまだ記憶にあると思うんですけどね、1回目は吉川病院というところがね、手を挙げて決まったんですよ。ところが、やっぱり医者が見つからないと辞退するという、2回目はね、あったんですけどね、選定委員会で該当者なしになったんです。で、3回目が、これも応募無理だということで、個別誘致で南港病院の、まあ、無理やり持ってきたというのが経過ですね。で、南港病院の経過もこれね、今年の5月の17日に撤退するという表明があって、それでまあ7月1日にね、住民説明会ね、スムネークのホールでありましたね。で、あの時にはもう公募はできないという、ね、段階に入っていたんですけど、ところが急遽またその公募をやろうということに市長が言い出しまして、これはなぜそうなったかというと、西淀川の千舟病院というところがね、手を挙げてもいいというような噂話があったからね。で、それで大阪市の健康局がそこに会いに行って、で、具体的に、まあ、聞いてきた。ほんならまあ、確かにやるような雰囲気があって、で、問題はね、この中年病院というのは、その小児周産期で十分にやれる体力がある病院、民間でね、ただ、その条件がね、そこであったんですが、民間病院に100床持っていくうちの40床でやらせてくれと。で、あとの60床は西淀川に欲しい、まあ、これがね、まあ、一つの大きなね、ネックであったかなと。で、もう一つは、こっちでやる場合であっても、40床で小児科入院しないと、まあ、いうことが、まあ、一つの条件でね、まあ、それで大阪市を応募するというときに、応募の条件というのに、この中心病院を来てほしいんでね、そこに合わせたような応募条件を出したんです、実は。うん、ところが、結果を開けてみたら、この中心病院が応募に応じていなかった。だから実際にもうその病床再編の関係でね、事前にそのまあ60床持ってこいというこんなのが無理だったのかどうか分かりませんよ。しかし7日目でこうやったのかというと、その病院が手を挙げなかったらほんまに無駄な時間を費やしました。で、あとそれ以外に2社手を挙げたんです。そのうちの1社がね、なんとこれまた南港病院だったんです。信じられないですよ南港病院のまま手を挙げとったというね、まあ、これだから僕は選定してなしになったのでね、その公表されてませんけども、実はそういう動きがありまして、実際4回の民間病院の公募に失敗と、テレビでもニュースでもたびたびこれ出されて、もう失敗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 って、でどうなすんねんということになってるんですよ。で、とうとうもうこれは、その結果見ることはもう結局民間病院では小児中産期、とりわけ市民病院が持っている、担っている医療機能は、まあ、担えないということが、まあ、結論としてね、そこで明らかになったというのが実際です。で、11月の、ね、9日の日に市長が記者会見やりましたね、その公募失敗しましたというのをやったんですけど、これも聞いた方があると思うんです。ところが、この公募失敗の会見から4日後、13日に、今度は、吹田市にある、ね、高裁院病院の病院、これを建て替える計画があるんですよ、この写真で。その病院の建て替えをやめて、そこで、現地建て替えをやめて、その病院を白井属病院に機能を持たせて、住吉病院の跡地で建て上げるという案を13日に記者会見で突如発表したんです。で、その後、まあ、これが
議会の中でまた問題になりましてね、でこういう問題を議論するということになっていくんですけども、その前に今最初に言ったその民間病院ができないという問題の中心点が、ね、医療機能の、ね、問題なんですよ。でそういう意味で議会としてはその最先端で頑張っている市民病院機構、それから、まあ、住む市民病院の院長、船本先生とかね、この病院長の事務局長、この2人を参考人招致という形で議会に読んで質問をするという機会がありました。これは12月の5日にやったんです。これも画期的なね、ことだと思います。で、私の方の資料に書いてますけどもね、船本先生のその質疑でもう何が明らかになったのかというのがね、もう明確にあるんです。それは、その住吉市民病院のこの医療機能を、例えば区立急性期総合医療センターで同じ医療をやっていても、これがうまくできるかという、でうまく継続できるか、現在はどういう状況かという、まあ、質問が、ね、いろいろ出されて、現実でないと、まあ、そこに全て持っていくのは無理だということが、まあ、当然と答弁されたわけです。これはかなり重たい、そういう質疑になったんではないかなと。だから、まあ、そういったその責任者が実際に現場で、ね、やってきている中身を語るということは、これは高いだろうね、やっぱり医師も含めてね、そういうこの医療機能について、大いにこれやっぱり学ばされたというかね、あり方については、よく分かったと思うんです。私もよく分かったのは、その医療機能のこれ空白になるという問題でね、例えば、僕が住吉市民病院のときに病院が来なかったら、医療空白なのかということで言うと、船本先生は、そうではない。今、住吉市民がやっている具体的な医療ができないこと、一つでもあれば、それは医療すごい医療空白になるんだというね、病院が来ないだけじゃない。だからまあ、そういう意味で、ここの住吉市民病院が守っている医療機能で、まあ、とにかくこの間、重視されている社会的、福祉的な医療の、この側面ね、この側面はもう、全くって言っていいほど、引き継ぎができていないというね、まあ、そういう回答ですよね。だから、まだまだ今、現在、患者さんとか、まあ、周りの方々からは、不安が解消されていないというのが実態なんですよ。そういうことに対して、どうあるべきかということが問われていくと思うんです。それで、レジュメにも書いてるんですけどね、この、住吉市民病院でね、とりわけ西成区や住之江区という、この地域で、どういうこの医療を提供しなくてはならないかということが、実践的に深められてきていると。で、単にそういうこの住吉市民病院でやっている医療というのは、それが同じ技術を持っているからできるかという問題なんです。同じ技術があってもそれはできないと。医者の方にまずは積極的にね、こういう地域でそういう例えばミルシンとか特定妊婦の方々に対して取り組む姿勢がなければ取り組めないと。で、まあ総合的にと言いますかね、そういう構えでいろんなそういう患者さんに対応すると。だから短期入所という問題でもね、今具体的に大阪市が考えているのは一生とかね、持たせるとかね、そんな話なんですけども、現実的に住吉がやっているその短期入所の柔軟な体制というのは全くそのできない状況です。一生から四生というそういう枠もあるんですけども、次の出産の方をねまたやる場合とか、とにかく最高で2ヶ月までは見れるとかね、そんなことまで対応するっていうのはできないと。で、実際に高度医療を中心としてやろうとする区立の方のそういう病院にこういう福祉的な機能を持たせるのは現実的にないし、それは無理だということで、ね、はっきりと答えてくれました。まあ、そういう意味でこの12月5日のこの参考人招致のやつも、ね、これもまあ ABC と、これ各社ほとんどやったかな、テレビのニュースでね出まして、それ自身が
大きなやっぱり影響を、ね、与えていると思います、まあ、そういう運動がありました。それでもう一人、ね、野田市民病院の事務局長という方です。この方が処理されています。でこの方にはね、どういう質問があったかというと、統合の判断をどこでやったのかという、そういう質問が集中するんです。で、大阪府市統合本部会議の第12回っていうね、会議で、この統合の方針が出されてね、その時にその野田事務局長という方が、その会議に出席して、大阪市側の、まあ、そういう、案を出す立場だったから、その方を承知して聞いたと。で、問題はね、ここで発表したのは、その統合案っていうのは、これも橋本前市長とかみんな出てる会議で、もともと統合ありきの会議やってるんです。それで、医療機能の面でいうと、これは全て区立に引き継ぐというのが前提なんです。だから、いちいち医療機能は議論してませんという感じで。というのが、その時の、相互の判断をというのは、結局はそのどっちが安いとか、という、まあ、簡単に言うとね、そういうことで判断をしたということなんです。それでもう一つね、資料の最後につけてるポイント、これ自民党さんがね、やった資料でね、国葬ぐらいになるんですけど、第12回福祉教育本会議で、市民病院の現地建て替え案というのと、それから昨日統合案というのを比較したんです。この表の上の A と B というのを比べたら、昨日統合の案の方が、まあ、いいだろうというね、この昨日の部分で、ところが、この案には抜けたところがあるというのが、右側の点線で確保している部分です。この急性期総合医療センターがもともと持っている分、86床とかね、こういう分が抜け落ちてる。だから実際にこの統合案と比較するんであればね、下 の, A のダッシュってあるじゃん、一番右ね、右端の A、この数とその昨日統合案 B と比較すべきだというのを議会で吉村市長にやったんですよ。市長もちょっと慌てました。そういうことを突然聞かれたから、その通告してくれないとか言ったから議会の始まり、まあ、それぐらいのことで、実際にはね、ここでどういうことが起こったかというとね、大阪市側は住吉市民病院の現地建て替えというのはもうはるか昔に決めてたわけです。だからその案が前提なわけですよね。これほんで統合案というのは大阪府の方が考えてきてるんです。だから府が考えてきた統合案に対して大阪市が本来はその統合案を検証しないわけね。これところが一切検証せずです。で、この統合案を丸呑みしたんです。その結果、いろんな矛盾がそこに出てて、大阪市 の, 担当局もね、知らんかったようなよく出てくるわけですが、もともとだから、その段階でちゃんとして議論しないというのが、その府市統合会議であって、でその統合ありきで進んで、その後、それに推薦を合わせていくという形で、それはまあ、市民の運動なり、いろんなことが聞いている中で、結局大きな問題として、その医療機能の問題が、まあ、これを相手側の、まあ、そういうこの全て不律にね、持っていってもらうということができないということが明らかになったというのが、ね、だからそもそもそういう医療機能の問題を議論もせずにね、統合をね、ありきでやってしまうというところに、まあ、大きな問題があったというのが、この、まあ、議会でね、明らかになったと思います。それで問題はこの住吉市民病院の医療機能を守る戦いで、まあ、来年3月末でこの閉院が、まあ、迫る中でね、大阪執権協力が今一番、まあ、やるべきことはその再編計画を作らなきゃいけません。でもう今言われているのは年内には絶対作らない。で少し超えてね、南部保健医療協議会ね、これを開いて、で党の医療協議会があって、この審議会、こういう流れがあるんですけどね。で、その病院再編計画というのが大阪執権病院に固まると、その段階で、まずは議会に報告しながら、議会に。で、議会でそれ審議されるんですね。ほんで、それが南部の協議会で行って、これしかも全員一致でなかった、今回赤と思うんです。
そういう条件がついています。で、もう一つね、この間の議論でやったのは、医療機能の問題で、住民説明会ね、陳情書でね、やるということが通ってるんですよ。で、そのこともあってか、この再編計画が固まった段階、だから南部要件の協議会までの間には、市長が参加したんです。住民説明会をやるということが出るんです。これをまあ市長もまあ明言してくださいだから、まあ、全部決まった後でね、全て決まった後で住民説明会されてもやるあかんということもあって、そういうことが入ってます。ただ、まあ、この住民説明会ね、最初にやったのはその上で何か所もやったとか、ね、ありませんか。で、区民センターもね、各それぞれやったとかね、かどこで何回かやるのか、まあ、市長が1回だけ出るか、それは分かっておりませんけども、そういう今段階に来てます。で、こういう中で今、今回出してきた市内病院、附属病院に、その交際員の、現地建て替えでやった、病院を待たせて、ね、やるというやり方ですけども、これは共産党の方でね、今この議論をする上で、現段階はね、今の段階で言うと、府立のその施設の交際員というのは、吹田市で現地建て替えというのが決まってて、で、5年かかるというのがあるんです。建て替えに5年というのがかかっているところです。で、しかも、今、そこを所管するのは市民病院機構となっています。で、これを市大病院に持たせるという変更と、で、現地建て替えをやめて、市民跡地に持ってくるという問題とがあってて、で、そこに、しかも市の集団をくっつけるという話があるんです。すごいややこしいんですよ。で、その一個一個の問題があるので、まだどういう形になるかというのは見えてないんです。で、実際問題、大学病院というところは、そんな医者を養成したりね、まあ、研究をやるのが主なんでね、そういう病院に、小児周産期のね、こういうことを待たせるということでね、まあ、それは聞くところによると、かなり市大病院は抵抗していると、そんなことはできないというのは、まあ、当然の意見だと思うんです。だから、そこがどうなるのかという問題と、あと、吹田の方の話は全く入ってきてません。現地に立て替えでね、まあ、向こうでずっとやってきている病院なんで、でこれは交際員病院の横に特養というのがあるんですが、でそういう特養と連携してね、そういう研究やってますんで、もし交際員病院が住吉に立て替えで来るんであれば、特養に追できなかったという話になるそうです。だからかなり、ね、今回市長が提案した中身がハードルが高いというのが、ね、今の段階なんです。でこれをどこまでしたから、まあ、お湯がつくのかどうか分かりませんよ。だから、したけども、結果としては、5年内に、その、市内病院に戻せるのか、はたまた、もうそれが、やっぱりその5月みたいにね、もうできませんと、百姓は無理ですと、もう、ね、いうことになって諦めるのか、これは、再編計画の中に出てくるわけです。それで、発揮するということになるんですよ。で市長が時々言うてるのは、もう、区立空席医療センターの、まあ、ここに全て持っていっていけるというね、そのことを絶えず、ことあること言うてます。で、もう今、後でできてないのは、単品種だけだというね、そういう形で言うてますので、最終的にはそういうことに言うてくるかも分かりません。まあ、今のところ、まだそこは見えてませんけども。年内にそういう新たな動きがあれば、そこに向かってもう一度ね、大きな、まあ、戦いが起こっていくだろうというふうに思います。で、5日の日にその参考人質疑というのがありまして、でもう一度8日の日にも民生保健委員会があったんです。結局その参考人質疑だけで4時間やったんでね、別の課題もいっぱいあるので、そういうこの2日間に分けてそのやりまして、ですから、再編計画出て、また固まる、もう一回委員会、閉会中ですよね、またやらなあかんかなということも言われています。それぐらい、だから、まあ今もう第3月末なんでね、ことが急なんで、どういうふうに動くかというのは分かりませんで、結局、昨日でもう、この会議終わりましたからね、一応閉会してるんです。だからもう
あとの動きはもうみんな隠密で動いてるんです。ずっと隠密で。だから情報がなかなか入ってこないという段階になりましてね。だからまあそういうところで今は動いてるということです。ただまあ、こういう問題で、最終的にはね、どういう形でこれやっぱり決着をつけるかね、どういう方向に持っていくかというところでいくと、ここまでこういう運動を続けてきてね、もう 最終段階というかね、いうところに来てね、やっぱり医療空白という問題で、これを絶対に作らないというところの戦いね、が、まあ、最終のやっぱり構えになるんじゃないかなと思うんですよ。だから、いろんな医療はありますけども、住吉周辺がこの間、やっぱり、福祉的な社会的な医療で切り開いてきた、そういう成果というかね、これは絶対に起こさなかったと。これ、なくなってしまったら、もう、せっかくね、そういう、いろんな方々の、やっぱり、特定に、そういう着眼しないで、いろんな形で積み重ねてきた、そういう医療機能の、まあ、ノウハウというかね、こういうものが、データがね、生かされなくなるわけです。今大体の市民病院がいろんな分野で大阪市内の中でいろんな最後のね砦っていうねこれことも委員長答えましたけどね、それぐらい加えた頼りにされている病院なんです。だからそこがなくなるとその影響というのは計り知れないというふうに思うので、医療機能を守るために全力で、まあ、頑張っていくしかないなと思います。だからまあもうそういう意味でいくと二重行政という問題で、もう市長も二重行政でなかったり、二重行政になったり、もうなんか、そのたびたびね、意見変わるんですよ。そらそらよ、これ。もう民間諦めて、次第目も出てくるよ。これ、もう二重行政ないいうことを言うたらすっきりするんやけどね。それがなかなかね、その時々で変わるんですよ。ほんで、結局は今はどう言ってるか言ったらね、交際員のやつを持ってくれたら、それは認知症の突破したね。日本最大の、まあ、医療機能を持ってくるんですよ。で、小児科はまたこれは別にあったんですよ。これは法律であるとしても、それは別だと。役割分担がありますからね。で役割分担ってもともとね、法律とし、役割分担でやってきたんですよ。だから、今回その二重行政論というのは完全に破綻して、まあ、そういう意味でいくと、自民党さんも公明党さんも、そういうことをもう公然と言えるというかね、いうところまでもう議論的なものになってますので、だからまあ、次の段階でどういう方向に進むのかというのは大事です。でただね、ちょっと気がかりなのはね、交際員病院を持ってくるというこの案は、もともと自民党さんがね、考えていた案でもあるんです。住吉市民跡地にも。だから、それがちゃんとできるんであれば、別に悪くないというふうなことを、本会議でも言うてますんでね。だからまあ、そこまでの話はまだ、詰まってませんので、今の段階でいくと、その住吉民病の威力をなくさないために、もう一回力を合わせて、ね、運動を盛り上げていくと、だから市民運動をさらに、ね、広げていくということが、まあ、大事かなというふうに思っております。で、まあ、最後なんですけども、やっぱり、もうこれも最後はやっぱり弱しかもうないと思うんですよ。で、今日も床みたいな方が沖縄でね、小学校に熊本もしてましたね、これ。その前、幼稚園で、もうめちゃくちゃなことがね、起こっていて、原発出るたところでね、いけたみたいです。で、これ、まあ、逆転のね、これ、高速でね、これ、停止が決まったりね。まあ、だから何が起こるか分からないんだけども、やっぱりそこにはね、住民運動がね、しっかりと、ずっとやられているということがあるんです。だから、住吉市民病院の、この間のやっぱり戦いが、大阪の全体の流れにも、本当に影響が出ます。だからまあ都構想の今議論もありますけどね、そういう議論の中でもこの住吉市民病院問題というのは一番のこれ議論の前になるわけですよ。都構想という話になれば住吉市民病院と結びつくんでね。だからまあ都構想そのものにも大きな影響を与えて、まあ来年これも年明けましたらまさしくそういう年になります。吉村市長も昨日終わってからね、記者会見で各市で一斉出ましたけれども、来年が勝負の年だと言うてます。というわけでもう来年、大体もう秋やね、秋には
住民投票をやりたいというのが維新の方の側の考えですので、それに向かって車両に来ると思います。しかし大阪市会では昨日市大特大の、ね、東部問題で府議会のことなんですけど、大阪市はこれが通りませんでした。継続審議になったんです。でやっぱり運動というのと、ね、力関係で、ね、いると思うんで、この問題も合わせて住吉市民の戦いが大阪市の本物のこの維新政治の悪性をストップさせて、でこれでやっぱり勝利を勝ち取れば、ね、大阪も変わっていける、そういう地方を続けていくのではないかというふうに思ってますので、最後まで、諦めずにね、全力で頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。